第2戦決勝レースを行ってまいりましょう。さあ、それではこのパンサークラス第2戦決勝スターティンググリッドです。まずはポールポジションからスタートを迎えますのは栄光のゼッケンナンバーを1番をつけましてディフェンディングチャンピオンの意地。さあ、第2戦このポールポジション指定席からのスタートを迎えていきます。さあ、どういうレースを見せてくれるのでしょうか。ゼッケンナンバー1番石谷久彦、そしてその横2番手からのスタートはゼッケンナンバー23番長谷川拓磨。さあ、石谷とのフロントロー対決。さあ、長谷川のスタートにも注目です。そして3番手からのスタート、3番手からのスタートはゼッケンナンバー9番をつけます安藤義則。そしてその横4番手からのスタートを迎えますのがゼッケンナンバー40番塩田修司。さあ、 V サインが決まっています。そして5番手からのスタートがゼッケンナンバー10番山平伊佐。そして6番手スタートがゼッケンナンバー8番相田秀人。さあ、レーシングスクエア現のメンバーが上位に、独占というような中、ポールスタートの石谷、そして5番手スタートの山平。さあ、この現のメンバーたちにどう戦い、挑んでいくのか。そして7番手からが開幕ウィナードライバーです、ゼッケン27番の原本秀信。8番手スタートにゼッケン36番島根、9番手からが美野、10番手に山下、11番手吉川、12番手に松原、13番手が山田、14番手に中野、15番手木村、16番手若林、そして17番手最後尾からマハラというこの17名です。さあ、予選は最後尾から巻き返しました美濃。さあ、その美濃が9番手からのスタートを迎えてきます。さあ、パンサー17台が隊列をしっかりと整えながらコリドーラインに収まっていきます。さあ、注目のスタート石谷か長谷川か、今イエローラインを通過をいたしまして、さあ、スタートが切られていきます。まずは1コーナーホールショットを取っていったのはゼッケン1番の石谷、そして長谷川の前に安藤が立ってきたか。さあ、バックストレートへと入ってくるという4コーナー、立ち上がってゼッケン23番の長谷川がしっかりとポジションキープです。石谷の後ろ、長谷川がしっかりとポジションキープ、そしてバックストレートスリップを利かしながら、さあ、6コーナーの立ち上がりからモナコ、モナコで入ってきた、長谷川が飛び込んでいきますが、ここはディフェンディングチャンピオンの意地、石谷もしっかりと守っていきます。3番手安藤、4番手には相田、5番手に塩田、6番手に島根、さあ、まずはオープニングラップはディフェンディングチャンピオンの石谷が取ってきました。さあ、バックストレートで怖いところ、さあ、ドライバー本人もヒヤリとしたでしょう。ゼッケン36番の島根がバックストレートでバランスを崩した。さあ、自身の視界の先にはライバルドライバーたちと目もあったことでしょう。スピンを喫しましたが、その島根もなんとかリスタート。さあ、早くもここでトップ石谷が後ろを引き離していこうと序盤からスパートを仕掛けてきました。
この前のラップでも2番手佐々木、長谷川に対しましてコンマ6秒上回るラップタイム、そして3番手に上がってまいりました塩田も、塩田に対してはラップタイムで石谷はコンマ8秒上回っています。まあ、後ろが少し離れました。長谷川も前、後ろ塩田を引き離していこうというようなペースでしょうか。さあしかしそんな中塩田さらには間そして安藤といったあたりもう一台ですね山平もトップ、石谷を上回る38秒台で3周目戻ってきています。さあ離された分を早いところ追いついていこうという3番手以降の集団です。再びまた長谷川拓磨の後ろに近づいていこうという、さあ塩田そしてゼッケン8番の間のあたり、間安藤山平といったあたりが3台くっつきながらホームストレートを駆け抜けていきます。さあこれでトップ石谷の後ろ2番手長谷川は間が空いているものの、長谷川の後ろに再び塩田が近づいてきました。さあ2番手争いのこの2台4番手を離しまして直接対決ということになりそうです。まだレースは序盤、5周目を終えて6周目と入っていきます。その4番手争いですがオーダー入れ替わりまして間をかわして安藤が前に出ていきました。安藤がこれで4番手、5番手に間、6番手に家田、そして7番手に開幕ウィナーの原本。ゼッケン10番山平選手ですね。ゼッケン10番山平が6番手、この山平の後ろに原本そして美濃もいます。公式練習中のペナルティということで、予選最後尾スタートとなってしまった美濃ですが早くもここまでで、8番手ポジションを挽回しております。さらにこの決勝レース最後尾17番手からスタートをいたしました真原修ですが真原も追い上げを図りましてオーバーテイク賞シングルフィニッシュまであと1台現在10番手というようなところまでポジションを上げてきています。アンサークラス、15周のこの決勝レース現在ちょうどレースも折り返し8周目と入ってきましてトップ石谷がバックストレート2番手が入れ替わっています。2番手長谷川をついに捉えまして塩田修司が2番手へと上がってまいりました。塩田が2番手3番手ドロップ長谷川そして4番手に安藤さあ再び2番手以降の集団が等間隔のグループその2番手争いの集団の一番後ろに美濃の姿もあります。さあ美濃の目の前には開幕ウィナー原本さあその原本に対してさあ美濃忠幸が原本オーバーテイクをしていくのか。さあ集団がモナコヘアピンへと差し掛かってまいりました。9周目ここに来まして上位陣のラップタイムがほぼ同タイム8秒9というようなラップタイムがきれいに並んでいます。このレース中盤から終盤へと向かっていく現在のこの時間帯先頭集団はつかず離れず状態、まあ、その中で現在3番手争いの長谷川とその後ろゼッケン9番安藤の
この差が詰まり始めてきています。さあ長谷川がここに来てちょっと苦しくなってきたか、タイヤが垂れ始めたのか、体力が垂れ始めてきたのか、ゼッケン23番長谷川のラップタイムが落ちてきています。さあそこをついていきたいゼッケン9番の安藤。さあ表彰台の一角、現在3番手をキープしている長谷川、目の前に人参でもぶら下げていきたいところですが、さあ残り周回数はこれであと4周ということになります。表彰台まであと4周、持ちこたえれるか長谷川拓磨、かわせるか安藤義典。さあちょっとここに来ましてその3番手の長谷川必死にこらえてはいるものの、周りが8秒89というようなラップタイムの中、長谷川は9秒1、ちょっとラップタイム的にはコンマ2コンマ3ほどドロップというようなところで安藤を、抑え込んでいます。これに、逆に蓋をされている安藤、なかなか長谷川を抜くチャンスがないのか。今6コーナーここでもまだ動いてきません。さあこの影響で前2台石谷とそして塩田が逃げ始めました。さらにその中でも塩田がじりじりと石谷に近づいてきているようにも見えます。現在周回数13周終了、14ラップ目と入っていきました。さあ表彰台の一角、3番手をかけて長谷川拓磨も必死にこらえています。必死に長谷川も戦っています。後ろ安藤を抑えながら表彰台の一角、さあ3番手をキープしていこうと長谷川が頑張っています。さあその長谷川に対して6コーナー、今ここで安藤がインサイド飛び込んでいく。しかし長谷川もモナコ、長谷川もモナコで狙っていけるか。ラインをインサイドに持っていきましたが飛び込んでいくことができません。逆に後ろゼッケン8番の間が近づいてくる。レースはファイナルラップと入ってきました。トップ石谷、そしてその後ろ塩田の間隔がググッと詰まってまいります。4コーナーを立ち上がってバックストレート。さあ今この差コンマ2秒といったような感覚でしょうか。バックストレートエンド、さあ石谷が6コーナーはブロックラインを取っていきます。さあ加速重視でアウトから横に並びかけていこうという塩田。さあモナコはインサイドを石谷が抑える。そして最終コーナー立ち上がって今石谷がトップチェッカー、さらに3番手争いは長谷川が大逆転。最後ファイナルラップモナコで飛び込んだ長谷川拓磨、ついに安藤を抑え込みまして表彰台3番手獲得です。おめでとうございます。
ちょっとインタビューをありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこっちで、はい、ナイスレースでした。ここでいい？はい、大丈夫です。大丈夫です。さあ、それではパンサークラス優勝を飾りました石谷選手にお話を伺ってまいりましょう。石谷選手、優勝おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。見事なポールトゥーウィンを飾りました、はい、ね、素晴らしいレースでしたけど、今お気持ちを教えてください。久しぶりの優勝なんですごく嬉しいです。今日は難しいコンディションの中のレースということで、でしたけれども、まあ、見事スタートからね、後ろを引き離して、盤石な体勢でレースを組み立てていきましたけれども、レース中何に気をつけてましたか？まあ、途中ちょっと離れたのは分かってたんですけど、連合掲示板見たらどん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 追いついてきてたんで、そのヒヤヒヤ感がたまらなかったですね、見事しっかりと抑え込んでの、今シーズンの初優勝ということで、まあ、ディフェンディングチャンピオンとしてのね、意地もありますので、今シーズンますますレースを盛り上げてください。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、おめでとうございました。優勝飾りました石谷選手でした。おめでとうございました。